こんにちは、白霊霊夢よ。今日は JR 佐賀嵐山駅に来ているわ。この駅があるのは京都駅から山陰本線で30分くらいのところで、京都有数の観光地、嵐山の外れに位置してるわね。嵐山の有名なスポットといえば桂川に架かる渡月橋で、古く平安時代から交通の要衝となってたというこの橋は、形を変えつつ何百年にわたって多くの人に物の哀れを知らせてくれたわ。今風に言えばエモいってやつね。さて、今回は佐賀嵐山駅のすぐ隣、トロッコ佐賀駅から伸びる佐賀の観光鉄道に乗っていくわ。JR のすぐ隣なのも相応の理由があるんだけど、それはまた後ほど。駅舎の中はこんな感じ。シャンデリア付きの高い天井にお土産ブース付きの広い構内と、なんというか、逆に落ち着かないわね。それはさておき佐賀の観光鉄道の列車は駅名表にも入ってる通り、全列車がトロッコ列車なるもので運行してるんだけど、始発でもうほぼ満席なの？マジ？ダメ元で窓口行ったら奇跡的に一席だけ空いてたから、もうこの席を噛み締めるように乗るしかないわね。ちなみに一通り取り終わった帰り際に見たらこうなってたわ。3連休の京都怖い。それはそうと発車まではもう少しだけ余裕があるから、駅舎の奥の方のスペースもちょっとだけ覗いてみましょうか。こんなところにいい感じのジオラマが置いてあったけど、この先には運転体験もできる大規模ジオラマがあったわね。ただまあ時間ないから今回はチラ見だけしてパスで、実は中の人の系はそんな興味ないし、さらに奥の休憩スペースには1台のグランドピアノと、ピアニストに睨みを聞かせる3両の SL が鎮座してるわ。なんだこのいびつな空間は。そんなこんなで改札も始まったから早速ホームに行くと、佐賀野のヘッドマークを掲げたディーゼル機関車が止まってたわね。なんか成田エクスプレスみたいな配色してるけど、人多すぎて友情に取ってる余裕ないからさっさと乗り込むけど、今回座るのは4号車の 16D、入ってすぐ右端の窓側の席ね。ここは他の席と違って窓が開かないんだけど、選べる立場じゃないし我慢しましょうか。ちなみに5号車は窓が一切ない特別仕様の車両で、天井もガラス張りだからより臨場感を得られるようになってるわ。ただまあ雨の日の臨場感も半端じゃないけどね。どこからか漏れ出る空気音、うっすら聞こえるディーゼルエンジンの音、ついでに周りの観光客のガヤが響き渡ったところで、まずはいつも通り路線のアウトラインをば、佐賀の観光鉄道はトロッコ佐賀駅からトロッコ亀岡駅までを結ぶ、全長 7.3km の路線ね。隣を走る山陰本線はゆるーいカーブで敷かれてるのに対して、こっちは川沿いをうねうね蛇行するように敷かれてるけど、これについてもまた後ほど、トロッコ佐賀駅を出てしばらくの間は、隣の山陰本線にぴったりマンマークでくっついて並走するわ、って説明は厳密には間違ってて、実際には並走どころか山陰本線の線路を曲がりして走ってるわ。この写真は袋の後面展望のものだけど、これ往路だと山陰本線の線路を逆走してるってことになるわよね。うっかりどっちかが立ち往生したらえらいことになりそう。そんな小判ザメスタイルでちんたら走ること数分、次の停車駅のトロッコ嵐山駅が近づいてきたところで、ようやく山陰本線から外れて自分自身の道を歩み始めたわ。実家ですねかじってないでちゃんと自立しなさいってか。この駅の近くには有名な竹林があって、お寺や庭園と合わせて散策する観光客が多くいるわ。そのせいかこの駅から乗り込む乗客も結構いて、なけなしの空席もこれで完全に満席になったわね。さっきからぼかし編集が外せなくて困る。はい、出発。トロッコ嵐山駅を出たこのトロッコ列車は、向こうの山陰本線同様間髪入れずにトンネルに突入するわ。というか実は停車中の時点で先頭の方はすでにトンネルに入ってて、後方の車両のドアだけで乗降のやり取りをしてたのよね。乗務員さんもしきりに前方のドアは開きませんって言ってたわ。ちなみに車内の状況はこんな感じ。なぜかしら、換気は完璧なのにめちゃくちゃ息が詰まりそうね。しかも真後ろで外国人グループと乗務員さんがトラブってるし、それはそうと何やら左の方に乗客の関心が向いてるけど、ここからじゃよくわからないわね。というわけで必殺別撮り映像。佐賀の観光鉄道はこの先保津峡渓谷に沿って走るから、こんな感じの絶景が至るところに広がってるわ。今は進行方向左側の方に川が流れてるけど、そのうち今座ってる右側の方に車窓が映るはず。お、来た来た。今は立ってるのは全長84メートルの保津川橋梁で、1928年に完成した御年100歳近い大ベテランね。ちなみにこいつは保津川橋梁の2代目で、初代はなんと1899年から使われていたらしいわ。そういえばこれ撮ってるのって11月上旬なんだけど、思ったよりも全然赤くなってないわね。もっと燃えるような赤を期待してたのに。と思って調べたら保津峡渓谷の紅葉は11月中旬から12月上旬が見頃みたいで、タイミング的にはちょっとフライング気味だったみたいね。なんてことを言ってるうちにトロッコ保津峡駅に到着。船内唯一の無人駅でホームから保津峡を一望できるほか、なぜかタヌキの信楽焼きが的よしかみたいな配置で置いてあるわ。と思ったらすぐ横にタヌキを置いてる理由が書いてあったわね。
なるほど。確かに老舗の商店の軒先でも飾ってありがちだけど、あれもそういう意図があったのか。はい、出発。この駅のホームにはもう一つカリオンって楽器があって、トロッコの発着のタイミングで鳴り響くらしいわ。ちょうど今鳴り始めたところだけど、でも全然ベルが動いてる様子ないんだけど、もしかしてスピーカーで流してるとかそういうオチ？それともカリオンって楽器において外側のベルは飾りなのか、そもそも今のやつがカリオンじゃないか、真相はいかに。さて、この路線も早いものであと一駅といったところ、そろそろこの路線の生い立ちについて話していきましょうか。佐賀の観光鉄道の開業は1991年、ヘッドマークにもシンス1991って書いてあった通りね。ところがどっこいさっき渡った橋梁ができたのは100年前、この年月のラグは一体どういうことかしら？ということで先に結論だけ言っちゃうと、この線路、1899年から1991年までは山陰本線の一部だったわ。遡ること1889年、京都鉄道の手で佐賀園部間の鉄路が開かれて、その後いろいろあって1912年には国鉄山陰本線の一部となったわ。それからしばらくは京都と山陰をつなぐ西日本の大幹線として、数々の優等列車や長距離列車がこの保津峡の断崖を進んでたわね。そうして時代は下ること1987年、国鉄が分割民営化して JR 西日本が発足すると、その2年後には電化と線形改良を兼ねて現在の新線ができて、眺望のいい線路は急線ってことで根室本線からはしごを外されたわ。山陰本線は全長670キロを超える大幹線だけど、その実そこらのしょうもないローカル線まがいな区間も結構あって、今でも電化区間は木の先温泉までと米子出雲あたりのごく一部だけね。誰が呼んだか偉大なるローカル線なんて異名もあるとか、それはさておき新線のおかげで速達化できた山陰本線だけど、一方で眺望のいい急線を有効活用できないかって動きもあって、同年11月には佐賀の線プロジェクトチームなんてのが JR 西日本社内で発足して、その結果 JR 西日本の子会社として佐賀の観光鉄道が発足したわ。佐賀嵐山駅とトロッコ佐賀駅が隣接してたり、道中山陰本線の線路を曲がりしてる区間があったのは、路線の生い立ちを考えればまあ自然なことだったわね。ちなみにこの路線、車両の運行をするのは佐賀の観光鉄道だけど、線路や設備自体は未だに JR 西日本が所有してる、いわゆる上下分離方式になってるわね。そんなこんなで鳴り物入りで開業した佐賀の観光鉄道だけど、実際には鳴り物入りどころかめちゃくちゃへっぴり腰で、初年度の年間輸送人員の予想は22万人、あげく3年持てば十分とまで言われる始末だったそうね。ただそれでも沿線に嵐山や保津峡といったどでかい観光資源があるのと、あとは経営陣の営業努力が実ったのも相まって、初年度の輸送人員は予想の3倍の69万人、そして2013年度には100万人の大台に到達したわ。特に外国人のインバウンド需要に支えられてるみたいだけど、それはもう、今に思って痛感してるわね。さて、気づけばもうすぐ終点のトロッコ亀岡駅というところ、いつの間にかあたり一帯もやがかかり始めてきたわね。一山越えて天気も変わったってところかしら。駅の手前でここまで並走してた保津川とは分かれて、反対の車窓では道中にアミスした山陰本線の新線と合流してるわ。他の乗客たちもぞろぞろ降りる準備をし始めてるわね。ちなみに JR 亀岡駅のそばには保津川下りの船着き場があって、時期が時期なら車窓からも小舟がたゆたう様子が見られるわ。まあ11月上旬じゃ川下りするにはちょっと寒いでしょうけど、というわけでトロッコ亀岡駅が見えてきたけど、ああもうダメダメ、こんなのそのまま流せるわけない。今回間違いなく過去一モザイク編集多用してる回になりそうね。正直な話、実はこの路線中の人初見じゃないんだけど、前はここまで混んでなかったはずなんだけどな。やっぱり3連休補正とコロナ禍明け補正がかかってるのかしら。トロッコ佐賀駅と佐賀嵐山駅は隣同士だったけど、トロッコ亀岡駅と亀岡駅は直線距離でも 2.5 キロくらい離れてて、 JR に乗り換えるなら手前の馬堀駅の方が立地的には便利ね。ちなみにこの後はそのまま折り返しのトロッコ列車に乗って、行きで取れなかった反対側の車窓や後面展望を撮ったんだけど、時間の都合上今回は割愛、というか割愛前提で道中写真や映像小出しにしてたわけだしね。トロッコ佐賀駅まで戻ってきた後は、JR でさっき話した馬堀駅まで飛んだ後、そこから歩いてトロッコ亀岡駅まで戻ってきたわ。中の人曰く尺的に駅周りの映像もないときつそうって話だけど、無駄な労力かけさせやがって。それはさておき駅舎の中はこんな感じ。ホームと改札のある階はベンチと物販で小綺麗にまとまってて、一つ下の階は食堂とガチャガチャブースになってるわ。てか多すぎだろ、老舗の旅館のゲームコーナーかよ。そんなこんなで今回は佐賀の観光鉄道のトロッコ列車に乗ってみたけど、いかがだったかしら。京都駅から手軽に風光明媚な車窓を楽しめる反面、土日は始発で行ってもかなり混雑してるから、事前に予約するなり平日のスケジュールを調整するなりした方が良さそうね。というわけで今回の動画は以上になるわ。ご視聴、ありがとうございました。